メロー、ゆうちゃろだよということで本日はローティーン、なに、りゅうちゃんのバスタイムルーティーンが見れちゃうの、多分ってことで、じゃあ早速脱いじゃってください。うわー、りゅうちゃん脱いじゃん、あれあれ、裸じゃないの。いや、そりゃそうやんやっぱその辺はね、しっかりね守ってかんとな。じゃあ早速お風呂に入っちゃってください。じゃあね、まず、頭洗います。頭洗うの。でもその前にね、水の温度を調整しないと。ちょっと待って、こっち向けやっといてよ。かかる、かかる、冷たいよ何、こっち向けて温度調整すんの。そうそう、結構厚め、42度ぐらいかな。かっこいい、イケメンのシャワー浴びる姿かっこいい。まずね、こうやってね、髪の毛をオールバックにするじゃん。で、あのいつも、それこれ使ってるんだけど、あのちょっとスプレーした人がね、次はちょっといつも柿田さんにお勧められたこれを使ってます。はい、なるほど。ちょっとどの色が大体いいかわかんないから、結構取るね、結構取ったねシャンプー、これシャンプー、これね、すごいよ、スプレーめっちゃ落ちる。あ、スプレー落ちる。それで一回スプレーを落とすんだ。こうやって一回スプレーを落とす、こうやって洗うじゃん、その時に気になるのがおでこに泡がつくこと見て、爪を、はい泡がってる、爪を。それもルーティンなん。うん他のネタは、他のネタ、キルピー。いやね、ちょっと名前はないね、これ。あ、ないんだ。これない、名前のないネタ。これね、やっと髪の毛を流すわけです。やっとね。やっと。あ、やっと。最初は、もう周りのやつを落とすね。あ、体の周りの泡。いつも風を見ながらさ、あの地上上のご注意を見ながら。瞬き全然しやんな。タッチは空いとるけどな。めっちゃ取るやん。めちゃくちゃ取るやん。いや、地味におでこの方にも行っちゃうからさ。それも洗うと取れば、いつもこんぐらいになっとるって言うのたまにあるよ。こんなもんかな。ああ、オッケー。もう一回やる。え、もう一回やんの。大体2回やっとるよ。え、ってことは3回シャンプーすんの。あ、違う違う、2回シャンプーしとる。これはいつ使うの。それはね、うん、使うときと使わないときがある。あるかい。じゃあシャンプーは2回する人なんだ。だってさ、スプレーって1回でほとんど落ちるけどさ、うん、やっぱりちょっとね、シャンプーが濃いとさ、なかなか落ちないじゃん、だから2回やる。ママもスプレーつけた日は2回やるわ。シャンプーは2回は大事だよ。そうだな、消費量が多いけど。シャンプー流すときは手でゴシゴシしないの。あんまあ、しないね。へえ、そうなの。そこはあんまあ、しない。俺が全部やってくれる。よし、シャンプー完了。シャンプー完了。いつもね、トリートメントはこれ使ってます。リズムの、そうそう、モアナブルー。モアナブルー、その匂いが一番好き。これが一番好き。2番目ぐらいにこれが好き。あー、なるほどね。うちね、あのみんな使うシャンプーとトリートメントが違うから、もうここがすごいことになってるよね。うん。そういや、アキタンとかもさ、あのママとさ、好きな匂いも違うの。ね、ママはね、結構ピンクとオレンジをね、ランダムに使ってる。アキタンはオレンジかな。で、姫もピンクでしょ。うん。リュウだけ青。青、そうそうそう。ここね、広まったら、うん、鏡のこの退職鏡っていう文字を見ながらね。いや、鏡を見やんのかい。鏡の退職鏡っていう文字をね、そう見ながらボールバックにする。めっちゃ強くない。水圧トリートメントはなかなか落ちないじゃん。マックスでやるやん。なかなかあのこいつ粘りっこいやつやな。トリートメントとリンスの違いは何でしょう。それはこの次も知りません。知らんのかい。俺ちゃん
がないようにね、うん、1回洗えたと思ったら、うん、髪の毛全体的に触ってみて、うん、残しがないか確認する。次は？次はね、洗顔です。これね、オキシ、オキシ？パーフェクトウォッシュ、ニキビ予防ですね。ああ、ニキビ予防？ちょっと少なくなってきた？そうそう。めっちゃ出すやん。マジで？そんな出してんの？いや、出すぎた。びっくり。今まで3分の1ぐらいで顔泡泡になるやん。いや、これ泡立たないよ、そもそも。そうなん？持ってから顎行って鼻行って、うん、おでこ行って、うん、目くらって、うん、あとはもう適当。日にちによって変わるもん、こんな。それは別に特に決まった流れはなしと。そうそう、欲しいって言うならほっぺ、顎、うん、おでこ、このルートだけ、このルートだけ。それ以外は大体適当。そう、何中なんかしてる。正直何してんだろうか分かんない。チャンチャカチャンチャンチャ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 カチャンチャンチャン。これしてるとね、うん、あ、若干溶けるもんじゃん、やっぱり口の中にちょっと入ってくる。やあ、飛んできてる。鼻からじゃ、ほんとまた。なんかもう、あ、おやらしいね。でね、ここでちょっといつもコンタクト外してる、うん、だったらさ、最初からコンタクト外してお風呂入ったらいいんじゃないの。これね、うん、これ目にも入ってくるわけですよ、うん、その目の保護をしてる。じゃあ、体洗いますか。体、はい、体洗うときはボディーソープは？バーミシアボディーソープを使ってるの？そうそう、昔はこれ使ってたけどね。それ顔洗うとき。あ、びっくりした。それで体洗ってんのかと思った。これをね、無駄なぐらい濡らして、うん、ボディーソープは2プッシュ。2プッシュ。見てよ、この泡立ちを。あ、すごいね。これでね。足から洗うの？足から洗う。嘘やん。逆にどこから洗うの？手からじゃないの？上から順番で洗わないの？下から洗う。だって足って臭いじゃん。汚いところは一番最後に洗うんじゃないの？いやいや、汚いところは先に潰しておかないと。そうなの？足から洗う人初めて見たんだけど。マジ？うん、足、うん、太もも、うん、お腹、うん、胸、うん、腕、うん、首、うん、耳で、うん、ちょっとね、最近おひげがね生えてきたんで。おひげ？おひげ、ひげっていうか、あの毛。あ、これママの？ママのだよ。こうやってちょっと泡にしてて、うん、あ、剃るの？そうそう、おひげ生えてんの。でもさ、実質おひげだよ。あ、これさ、泡で地味にさ、うん、どこが生えてるか分かりにくいと思う。所存でございます。なるほど。ちなみにさ、リュウはどこを剃ってんの？足と腕、うん、こう、そこを剃ってんの？生えてるよ。え、生えてるけどさ、リュウ気になるの？気になるよ、それ。だって嫌じゃん。年頃ね。だって嫌じゃん、考えてみて。自分のさ、うん、応援してる人がいるじゃん、うん、その人のさ、うん、腕がめっちゃ毛ゴワゴワだったら嫌なの？っていうか、めっちゃ毛生えてたら嫌じゃない？ああ、そうだね。ここしつこいんだよ。ここしつこい。取りにくいよ、ケッケ。最近気づいたこと、うん、指ら辺にも毛生えてる。わかる。ママも言ってたけどさ、逆毛、うん、だっけ、そうやって。あ、逆毛から切るとさ、うん、綺麗に剃れるからさ、うん、なんか良くないって言うけどさ、うん、やっぱ剃っちゃうよね。確かに、なんかそっちの方がツルツルになるよね。そうそうそう、念入りに裏側まで綺麗に剃るのね。そりゃね、大事だよ、裏側まで。そんな、そこ生えてる？いや、よーく見たら生えてんの？うん、これ毎日やってるよ。そうなの？2日に1回ぐらいでもよくない？いやー、普段ちょっと嫌じゃん。これで1回洗うじゃん、うん、で、おけけはってないか見る。あ、チェック。おー、ツルツルね。ちょっと生えてんの？ツルツルがいいの、リュウちゃんは。やっぱツルツルでしょ。え、女の子で腕に毛生えてたらリュウはどう思うの？ね、うん、処理してないんかな。清潔感って大事じゃん、うん、
なんかね、毛があると清潔感ないってわけじゃないけど、うん、ちょっとはいいと全然、ちょっととか、うん、産毛はいい、産毛は全然大丈夫、すんごい生えてたりすると、すごい気になる身だしなみは整えないちゃんとね。それでさ、ついでにさ、あの、うん、髭剃ったりとかはしないの？髭剃るのって怖い、ちょっと。あ、口周りが怖いな。口周りがさ、うん、もう口切ったりとか、口切やった人で怖いんだよ。あー、だからママが剃ってんの？そう、ママにちょっと任せてたまにね、うん、あの、裏側とか忘れちゃうんだよ。あー、お風呂出て、リビングでゴロゴロしてる時によく見たら入ったことに気づくっていう。あー、それがあるから念には念を込めて、ね、衝撃男子でなかなかこんなこまめにない毛剃る男子いないと思うよ。そう、うん、身だしなみは大事だし。 OK? OK OK、 これでお風呂あれ嘘やろ、絶対嘘。これさ、いまいち理由あれかと分かんないから、まあ、うん、こうやって乗ってこうやって乗ってるね、ママいつも不思議なの、リュウちゃん入った後にお風呂入るとさ、絶対シャワーが高い位置にあるんだけど、あれなんでなの？なんか癖。え、どういうこと？あのね、うん、お風呂出る前にさ、トイレ体拭くじゃん、その時にさ、こんぐらいの位置から最後にこうやって温めて拭いてるから。あ、それだから上にあるの？そうそう。じゃあお風呂出ますか、届かん。あとちょっと、ほい、あ、で、そこで拭くのね。はい、いい気持ちでした。はい、すっきりしまし た。この後は何すんの？髪乾かすだけ？髪乾かすだけだね。ほう、ほら、ツルツル取り残しチェックないね。ない、はい、前使ってたあれじゃなく、これを使います。それは何ですか？これはね、なんだっけ、ダイソーだっけ、ダイソー。やってんじゃねえぞ。あんまりさ、拭いてなくない？あ、拭くの絶対。ルーティン、ルーティン。2分の1ぐらいの確率で拭くの忘れるもん、これ。そうなので、後からドライかけてるときに、うん、全然乾かなくて、あ、タオル、タオルじゃねえや。これもルーティンかな。これもルーティン。そんな顔してドライヤーかけてんの？いや、ルーティンじゃないから。あ、ルーティンじゃないね。距離近くない？ドライヤーと髪との。そう、うん。はい。リュウちゃん、乾かし方とかはないの？なんかもう適当。適当？リュウのね、お風呂ルーティーンは大体適当。あ、そうだね。その癖はどのタイミングで研ぐの？ある程度乾いてきてから？そうそう。で、なんでかオールバックにするの？一方、その頃姫ちゃんは絡んだこのくるくると戦っているのであった。どう？取れそう？取れなさそう。何かどうなってんの？たまにね、うん、こうやってドライヤーかけてガンプラ見て、うん、増えてきたなーって思いながら見て、まあでもこのチャンネルに来てる人はね、ほとんどガンプラに興味ないと思うので、すいません。多分ね、みんなガンプラよりもリュウちゃんに興味あると思うよ。どっちかって言ったらママだよ。そんな謙遜して。これでね、終わったらお餅が噛まないよ。しまって。これでね、うん、完了です。はい、完了です。はい、完了です。前髪すごいことなってるけど、それはそれでいいの？これはもうオールバックでいいの。いつの間にか自然になってる。いや、多分ドライヤーでなってると思うよ。はい、ってことでね、リュウチャロのベースルーティンでした。ということで、よかったらチャンネル登録と高評価やめろ。バイバイ。今日も絶好調に肩が動いてたね。あれ、お風呂上がりに何してんの、りゅうちゃん？ちょっとね、ゲーセンでゲットしたプライズ限定のやつを作りました。メガネりゅうちゃらじゃん。珍しくメガネりゅうちゃら、うん、目見えてないからね、コンタクト外しちゃったら。置く場所ある？
スペースなんていくらでも作れる。いける？バッチリ。バッチリ。でもさ、こうやって見たらさ、うん、すごい赤が目立つね。まあ、そりゃね、うん、だからなんか水色、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 赤、水色だもん。あ、ほんとだ、水色。そうだよ。で、水色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 。好きな色は？赤と黒。お疲れ様でした。